はい、どうも、皆様、こんばんはです。どうもどうも、エスカの吉谷幸太郎です。どうは、俳優のも高崎翔太です。よろしくお願いします。はい、橋本翔平です。よろしくお願いしお願いしまます。す。どうもどうもどうも。いや、夜遅い時間にね、始まりましたけど。なんはい、か、よろしくお願いします。はい。どこにいます？お二方は。いえ。翔平は？同じく家です。今、六本木にいんだけど、六本木。いや、せっかくこの間さ、ようやくさ、そうなんですよね。近くになったのにさ、今度もっと離れてしまったっ本当ですよ。て。なんなんだ。確かに。集まったのがダメだったみたいな感じだった。だね、ちょっと夜が遅いので、こういう形になりましたけど。まあね、すみません、ね、いろいろちょっと皆様忙しいんで、ちょっと夜遅くなっちゃいましたけれども、ちょっとそれぞれの場所で放送をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは番組説明いきたいと思います。企画の種とは、演出家と俳優、そして視聴者の3社でオンライン企画会議をし、未来のエンターテインメントの種として、さまざまな視点から魅力的なキャラクターを創造していくトーク番組です。番組内で誕生したキャラクターは、いつか舞台化やグッズ化、ドラマ化など、さまざまな展開ができるよう、未来のエンターテインメントの種として、みんなで楽しいを育てていく企画です。ちょっといいですか、ちょっといいですか、ちょっといいですか。何でしょう、何でしょう。あれ、家テンションだけやめてもらっていいですか。あれ、家テンション。確かに、なんかもっと、ね、違ったよね、いつもね。いろいろあるよ、いろいろあるよ、だって。家だもん。家テンションになるってさ。家族とかもいますもんね。いや、私、翔平もでしょ。翔平もだってそうね。いや、下でいますよ。いますけど、俺はもう関係なしで、いますよ、今日は。じゃあ叫んで、ね、叫んで。お母さん怒鳴り込んでくるんだ。いや、それはそれで出てもらおうよ。いや、おもろいですね。あかんです、あかんです。どうへうるさいって言われる。いや、仕事してるわこっちだって。いや、やっていきましょうよ。はい、やっていきましょうということで、はい、まあ、あの1ヶ月ぶりのね、配信というわけで、先ほどあの舞台ね、グリムの情報をいろいろ解禁しました。いやいやあのーね、前回、あのなんかタイトルいろんな候補あったじゃないですか。あんだけ英語めちゃめちゃかっこいいやつが。そうやね。いや、結局もうシンプル is the best みたいな。でもなんだかんだしっくりきましたよね。まあね、そうね、そう、なんやかんやいろいろ出してたけど、どれもしっくりこなくて、もうシンプルでしょうみたいな。いや、めっちゃしっくりきてます。そう、なのでタイトルは、グリムに決定しました。よ、グリム、舞台グリム、グリムですね。あ、しっくりくる。まあ、もうまんまと言われればまんまですけれども、はいはい、もうこのものっていう感じです。でロゴかっこいいですね。はい、かっこいい。まあ、2人芝居ということでですね、はい、あのロゴには2人を表すあの星が2つ。あ、愛の上ですね。はい、あ、なんかいいですね。愛の上に俺らがいるみたいな感じですよね。何言ってんの。言ったじゃん。じゃあその愛じゃなくて、その愛、分かってる、分かってる。これ分かった上で何言ってんのっていう話。あ、なるほどね。あと、M がつながってる、これ俺らっすよね、きっとね。どういうこと、どういうこと、翔平。兄弟で M って2個、グリムの M2 個あるじゃないですか。だからこれだけつながってて、俺ら M なんですよ。ああ、なるほどね。はい。翔平、あの、なんか家やから調子悪いんかな。悪いな、調子悪いわ。いや、大丈夫、翔平。翔平、もうこの時間だからもう眠いんだよね。翔平ちゃん。翔平ちゃんも眠くなっちゃってる。お風呂上がりみたいな髪型して。いやいやいや、お風呂上がりは吉谷さんです。もう俺は完全にお風呂上がりです。いや、二人ともちょっと本当に。本当もう、この時間になるともう気抜くんすね、二人は。そうね。あかんね。なんか飲みながらやっていいみたいな感じ。あ、逆にいいかもしれないですね。あ、そうね。でも、あの健康に気を使って、あの野菜生活に。偉いですよ。本当や。
はい、ということで、はい、ということで、まあ、タイトルが決まったんですけれども、うん、まあ、ちょっとツイッターとかのハッシュタグ、うん、でもこの間、まあ、まあ、ちょっとね、何しようかって話なんですけど、まあ、この間ちょっと出てたよね。そうですね。そうですね。もう、グリステだっけ？グリステ。そうですね。グリステで行くでいいんですかね。グリステ。なんかある。でも、キッチーな方いいっすもんね、やっぱり。まあね。まあ、そうっすよね。わ、うんうん、かりやすい。その辺は何がいいと思う？俺はね、うん、グリ…ボケようとして調子悪いのやめよ。いや、今ね、いや、うん、言おうと思ったけど、うん、やめろってなってて。グリグリとか言おうとしたけど。まあ、グリグリありかもな。グリグリとか言おうとしたんでしょ。でも、グリステですよ、グリステ。まあね、馴染みありますしね、うん、なんかやっぱステってね。じゃあ、うん、カタカナで、ハッシュタグ、グリステ。グリステ。いいっすね。いいかな。うん、はい。はい。大丈夫だよ、かぶってないよね。他にね。ああ、ちょっと調べましょうか。確かに。ね。なんか、あ、本当にリアルタイムに調べてくれてるんだ。はい。あら。いや、吉谷さん、これ、翔太くん、調べましょうかっていう名の、俺、うん、携帯めっちゃ新しいのに変えてんだって、どうだってアピールですよ、これ。翔平、10R なのよ。あ、10R? そう。古めの携帯なのよ、これ。じゃあ、全然なんか自慢じゃない。だってカメラがもう1個だもんね。そうっすよ。3つないもんね。はい、あでも全然大丈夫ですね。大丈夫。じゃあ、ニグリステ博物館、ニグリステ博物館っていう、ちょっと2がつくと、あれですね、ここに勝ちたいですね。ニグリステ博物館。ライバルは博物館ですか？そうですね。わかりました。タリン、ニグリステ博物館ですね。わかりました。今回は5中の5なんで、了解。ここには勝ちたいですね。じゃあ、ちょっと。博物館をライバルとしてやって、はい、まあ、ちょっとじゃあハッシュタググリステで、はい、よっしゃ、決定でいきましょう。皆さんもつけていただいてお願いします。はい、お願いします。はい、ということでですね、はいはい、次にビジュアルをね、いやすごいっす、発表したいと思いますよ。いや、なんかツイッターで見ましたけど、はい、いや、かっこいいね。ね、なんかびっくりですよ。うん、これ衣装手作りなんですかね。手作り。ピッタッタ。でもなんか、うん、いやでも来たんでしょ。実際に。来ました。うん。いやでも手作り感あるよ。手作りだよ。ね、だっぽいよね。うん。買い付けじゃない感じするよね。うん。あ、だから一から作ったってことか。ぽいですね。いやすごいおしゃれなんですよ。しかもこの衣装。うん。なんかちょっとタキシード風だよね。うん。しかも上着脱いでもかっこいいんだよね、結構。そうなのよ。よね、俺なんか、真夏の、真夏のステージなんですよ、翔平。そうそうそう。ちょっとね、暑さをね。もう何枚着てるか分かんないぐらい着てるもんね。そうなのよ。夏なんよ。T シャツ、シャツ、ベスト、なんとかみたいな。なんか、いろいろ着てるんだよね。うん。そう、まあ、ちょっとね、汗だらだらかいてもらいながらやってます。あ、でもすごくあれですよ、お客さんのコメントを見ると、うん、すごく評判が良さそうですね。うん、ね、ほら、だからお客さんが逆にあったかい格好で来てくれたら、会場冷やせるんだよね。上着必須。あれだ、みんなドレスコード。そうね、そう、ドレスコード、ジャケット。この世界観で来てもらうの？いや、違う。めっちゃいいっすね。立公開ですもんね。いや、しかも立公開ってそんなおしゃれな感じでしたっけ？立公開っていう感じだと。そうね、名前だ。名前が和ですからね。そうですよね。いやいや、まあまあ、だから、でも、いや、いいよね。なんかそのさっきもちょっとね、思ってたんですけど、2人、やっぱり兄弟っぽいよね、言われてみるとね。ああ、翔平が言ってましたね、なんか。ね、うん、なんか、ちょっと、俺も一瞬。あ、やっぱ似てんなって思っちゃった。うん。おー。うん。うん、やっぱでも兄弟、兄ちゃんもね、ちょっと身長高くて、翔平よりいいですよね。うん、翔太くん、おかしいんだよね。身長同じじゃんだって、俺は。待って、お前公式何センチ？公式は170よ。
俺は171だから多分。いやいや、だとしたら、うん、俺が伸びてるかサバ読んでるかのどっちか。誰が翔太、これ1センチの差違うやんけ。そう、これ写真ビジュアルは1センチの差じゃないのよ、うん、いやーそうかな。え、言っていい翔太くん。何言っていいの翔太、なんか言うことあんの。いや翔太くん、あのスタジオ入ってきて最初衣装合わせから入ったんですけど、うん、そうですね、あれ身長盛るやつないんすかって言ってスタッフさんに買わせに行ってました。もうちょっとでも兄貴感をね。近くにドン・キホーテがあったからね。そう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 。いや俺ないんならいいですってないんならいいですって言ったんですよ、うん、でウィッグつけて、金髪のウィッグつけて、うん、カラコンつけた瞬間、うん、これはいるわと思って。やっぱりお願いしますって。やっぱ買いに行ってもらいましたよね。でも功を奏したよね、この感じ。まあそうだね。やっぱちょっと身長高い方がいいですね。まあそうね、うん。まあそれはね、ちょっとなんか上感が出てくるよね。いいですよね。兄ちゃん感はね。はい。いますけれど。で、しかもこの、いや、ウィッグもさ、うん、つけてさ、その場で切ってくれたじゃん、なんか。そう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 、長めのつけてね。そうそうそう。だから最初翔太くん金髪のちょっと長めのやつ見て、あれ見たことあるなっていうビジュアルだったよね。あ、そうね。そうそう。でもそっから、それこそあの春くんと同じ髪型だったんです最初。ああ。コルダの春くんと。ああ、あれの春くんか。そっから切ってこんなかっこよくなんて言うんだろう。ね。金髪にしてもらって。うん。いや、かっこいい。いや、なんかデコ出しのね、評判良くて、うん、いや、良かったです、うん、すごい、いいよ。まあ、ちょっとイメージは、まあ、グリム兄弟が黒幕を暴き出すためにこれから旅立つ物語の世界に入る瞬間を表現しましたということです。そして今回の舞台は童話の世界でも少しファンタジー要素があるので、グリム兄弟の周りに流れ星みたいな光を足しましたということですね。おー、なるほど、うん、あれは翔太くんがこうふわって出してるわけじゃないんですね。でも翔平の手から出てるよこれ。ね、そうなの、光ってんのよ。これさ、これペン持たせたかったよね、本当は。あ、ペンね、うん。羽ペンが胸に刺さってんじゃないの？そう、お互い刺さってんですよ、羽ペンは。うん、そうなの。でもなんかそのさ、やっぱりちょっと本みたいなことはやっぱテーマとしてあるんだけど、うんうん、やっぱちょっとそこにこう、はい、ファンタジー的なニュアンスっていうのはまあ入れたいねっていうところが。うん、ったわけさ、はい、めちゃめちゃかっこいいっすよね。うん、いや、良、うん、い、そう、なんか、うん、あのいっぱい撮ってもらったんですよ、うん、で例えばなんか頭巾かぶったりね、赤頭巾の帽子かぶったり、うんうん、あ、そう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 、翔平リンゴ。俺翔平の方がさっき撮影してたんで、うんうん、翔平はすごい可愛いこぶってこうかぶってい や, いやいや、可愛いこぶってって言うと語弊がある。だってそういう指示があったんだ。そうそうそう、やたら可愛い推しで指示されてたよね。そう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 、めちゃくちゃ細かくやってくれて、うん、で最後2人で撮るって言ったんですけど、なんかリアルのグリム兄弟が撮ってる構図を再現しようみたいな、うん、はいはい、のでなんかもう本当に細かいんですよ、うん、まあ、いい意味でなんかちょっとこうなってるのを、うん、翔平がちょっとこうだねみたいな、こうだねみたいな、手の置き方、その実際の実在のみたいなやつの、そうそうそう、2枚ぐらい調べたら出てくるような、うん、もう写真だよね、うん、すぐにね、うん、でなんか翔平のビルヘルムさんが正面で写ってて、うんうん、ヤーコップさんがもうこの写真、うん、とかも撮ったよね。うん、撮った、うん、だからこの本とかのこういうような、あ、これは撮ってないですけど、まあでもこういうのを、うん、あのめちゃめちゃ再現して、うん、2枚ぐらい撮ったり、うん、結構ね、いろいろね、いろいろなパターン、ね、他のね、写真パターンもね、うん、これもちょっと見させてもらいましたけど、赤ずきんのやつは俺も可愛くぶってんなと思いました。いやいや、だからそういう指示があったので、いやいや、翔平それは違うよ、これはもう3人で作っていく。そうそうだよ、指示とかじゃないです。お前の自発的にそうしたっていう
ことなんだと思うよ。深い深い深い。ああ。で、お前の深層心理はもう赤ずきんちゃんのあの可愛くぶってる感じが心から出てきちゃったっていうこと。役者って普段はキャスティングされて受動的じゃないですか、うん、普段は、うんうん、あのこういう役がありますって、うん、キャスティングされて、今回は一から作っていくっていう中では、確かに翔平はあれを自ら出したってことですね、うん、そうそうそう、赤ずきんちゃんをやりたいっていう感じ、うん、俺も自らやっぱ身長盛るやつ入れてるし、用意もされてないのに買ってきてもらって、でもそういうことですよね。そういうこと、そういうこと。お金の貸し方もこっち次第ですからね。そうか。そうそうそう。じゃあ、そうか。今後もだから翔平だからそういうふうな意識でやっていかないと。なるほど。うん。なんか、翔平の本質出てないなみたいなことになるから。ああ、いい。でも赤ずきんちゃんは翔平の本質が出てたよ。皆さん、あの 見られるタイミングをちょっと。翔平今汗かいてきたでしょ、家クーラー壊れてるから、うん、皆さん翔平家クーラー壊れてるんですよ、うん、いや部屋ね、部屋部屋もうめっちゃ暑いよ今閉めてるから、ほらだから扇風機やってんのよ、何なの、丸じゃないの、扇風機はずっと丸だったでしょ、四角だよ今の扇風機はそうなの、いやでもね翔平のね扇風機壊れた話、マジでかわいそうよな、お前。この夏、ね、夏地獄よ。買ってね、あれでしょ、網戸も壊れてたんでしょ、ね、そう、でも最近付け替えました。ようやく。はいね、じゃあというわけで、星取りをね、発表します。星取り、はい、あの、公演日程ね。ああ、はいはいはい。はいはいはい、なので、皆さんが気になる公演日程、上演劇場も発表しました。うんうん、8月、来月ですね、8月13日木曜日から8月16日日曜日、立教会ホールにて8公演上演いたします。だから2222ですよ、皆さん。2222。あれ、これ、翔平がそうやりたい、翔平むしろ4回やりたいって言ってたよ。いや、1日4回やりたいっすよ。俺、翔平とは組めないわ。え、しかも、意外ともう期間ないね。13日あっという間よ。マジ？俺もなかなかその発表で来月っていうあんまりキーワードあんまり言わないから。確かに確かに。来年かなと思っちゃう。来月です。そうなんだね。もう1ヶ月切ってますからね。初日も2公演あるんですね。そう。突っ走ってください。素敵ですね。でも。ね。うん。いやー、やっちゃいましょう、はい、やっちゃいましょう。まあ、発売のね、チケットの詳細は、後日公式ホームページおよびツイッターにて発表いたしますので、ぜひチェックしてください。はい。はい。はい、まあ、企画の種、企画種で検索していただければと思います。さらにですね、生配信もやりますので、お、はい。配信あるんですか？ん？配信があるんですか？配信ある。全公演？全公演かどうかわかんない。まあ、どっかの公演かな。へぇー、まあ皆さん、配信がありますって。そう。ご覧いただけないね、うん、方もぜひ、うん、見に、まあ、配信で見ていただくか、まあ、劇場の足を運びいただくか、ちょっとね、もろもろ、いろいろね、すごいですね、配信がすごい盛り上がってる、うん、嬉しい嬉しいって言ってるんですけど、うん、現場にも来てくれ、すごく配慮してやりますからね。今俺さらっと言っちゃったけど、はい、生配信あるっていうのはこれ初出しだったんだ。そうですね、初出しです。結構でかいことなんだ。ごめんごめん、これもう出てる。俺すげえさらっと言っちゃったよ、ね、家だからっすね家だからなのよ。もう吉田さん、ソファーにもう背中つけるのやめましょう。やめましょう。そう、こうなってんのよ。ごめんごめん、こういかないと。スケジュールとかは、スケジュールは出てたんだよね。スケジュールは出てましたね。ごめんごめん、生配信っていうのが初出し情報だった。そうです。そうです。生配信やります。あ、それが欲しかった。やります。やったー。はい。はい、まあ、ちょっとね、しっかり感染予防対策をとってね、公演をやりたいと思っておりますので、うん、かなりしっかり、本当に、まあ、翔太が言ってみましたように、うん、まあ、まあまあまあ、やっぱり見に来てほしいというのは、まあ、一番にあって、で、ね、それ以外の方というか、まあ、来れない方、地方の方とか、配信でお楽しみいただければと思っておりますので、うん、ぜひ足をお運びくださいと、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでですね、宿題コーナーに参りましょう。はい、お、来たー、
前回の放送では欲しいグッズについて、宿題を出しましたが、本当にいっぱいいい案をいただきました。そこで人気のあったアイディアを、いくつか発表したいと思います。まずは、出ますかね。まあ、パンフレットですね。それはね、出さなかったことないからね。言われなくても出すけど、ね。まあ。なるほど。まあ。そうですね。2人の写真はもちろん、衣装ウィークの紹介や今までの企画会議でのまとめなども見たい、宿題にしたいという声が多数ありました。確かに。これでも普通のパンフだったら、あのやっぱ演者さんいっぱいいてそれなりに分厚くなるじゃないですか。でも俺ら2人ってことは、まあそのペラの裏表よ。チラッそれチラシじゃん。翔平俺。だから結構だから一人当たりのページ分が多いってことですよ。あ、だからもう、ね、せっかくなら5ページぐらい渡ってもう1人使ってほしい、ね、ロングインタビューしようよ。ロング対談。これが対談みたいなもんなのに。まあ、だから多分その今回のグリムっていうものだけじゃなくて、まあ、この企画の種の含めての多分なんかそういうこともね、きっとあると思うので、かなり見応えのあるパンフレットになるんじゃないかなっていうふうに。思います。いや楽しみ、はい、素晴らしい。まあちょっと多分これはやるでしょうっていうやつだと思うんです。はい、一応皆様アイデアからいただいたものはモチーフグッズ、オリジナル衣装や物語をモチーフとした小物のグッズなどが、まあ、宿題として来た、いただいた小物。あとブロマイドケース、チケットケース、本をデザインしたケース、収納にケース系か。うん、はははまあ、バーッと言いますよね。で、アクリルスタンド、アクリル小物、うん、まあ、衣装をまとうかっこいい2人を飾りたいという声がたくさんいただきました。あの人形みたいなやつですかね。そう。はい。で、あとマスクケース、まあ、今のご時世だからこそのアイテムで。いいっすよね、マスクケース。まあ、ブロマイドやチケット入れとしても使ってもよしみたいな。まあ、ちょっとなんかそういうふうな、やはり、アイデアいただきまして。うんうん、はいはい、あ、いいですね。うん、みんなアクスタ欲しい、アクスタ欲しいって言ってますね。アクスタ可愛いと思う。アクリルスタンド、うん、やっぱ翔太くんのがちょっと大きく作ってあるのかな。当たり前だろ、当たり前だろ。並べたらちょっと俺の方が大きいよそれ。でこれランダムにして、100分の1で吉谷さんのアクスタグンバル。あ、それめっちゃ面白いじゃん。ダメ出ししてる。なんでね、ちっちゃいやつ。いやろ、それ。そしたらね、交換みたいな楽しいじゃないですか。いやいや、交換対象にしかない。いや、レア、逆にレア。譲るしか出てこない。いや。求む結構出ますよ。求む。いらないと。まあ、あとはしおりや羽ペン、レターセットなども人気あります。あ、しおりいいっすね。うん、あ、いいね。てか羽ペンかわいい。羽ペンってさ、本当にちょっと2人からさ、なんかその作りたいグッズ、ないですか？なんか確かに僕はしおりすげえいいなって思うんですけど、なんかしおりのあのさ、たまにさ鉄でさできてるしおり、あるじゃないですか。あれカバンの中入れてると外れてるんですよね。あれってどうやって、どうすればいいですか。質問コーナーみたいな。でも俺マスクが欲しいです。マスク。あ、ケースじゃなくてもマスク。うん、なんかこうなってて、ここにグリムって書いてある。これ暴走族みたいじゃん。グリム。暴走族よこれは。グリムでしょ。ここにね、マスク、なんかグリーンって書いてある。で、ここにマスクキーホルダーみたいなのあるじゃないですか。違う、マスク、知りません。あ、そんなあるんだ。あるんですよ、知らないこれ。あの、フックみたいになってて、ちっちゃい翔平とちっちゃい俺の、マスク、なんていうの、イヤリングみたいな感じのがついてる。マスクのここに、モチーフみたいな感じつけれるんだよ、多分。へぇ、欲しい欲しいって、マスクキーホルダー、いいですよ。あ、いいね。去年とかのなんかインフレが入ってるときにちょっとニュースで見たんですよね。へぇ。シャオつけるみたいな。かわいいやつ。なるほど。あ、そういうのがあるんだ。マスクとそれのセットがいいな。ああ、なるほど。まあ、俺らの
リアルな俺らじゃなくても、なんか、うん、あのリンゴとか、羽ペンのキーホルダーとか、うん、あそういうね、モチーフのね、うん、あ、いいね、それ、うん、翔平はなんか、なんか、うん、俺あんま、何欲しいかなって考えたんですけど、うん、あの iPods のケースとかどうですか。あー、めっちゃいい。これのめっちゃいいね。なんか言う、ね、でもさ、プロで行くかさ、あのさ、お前なんかいいやつだろ、それ。あ、これ俺、AirPods ですよ、ちなみに。え？あ、待って、俺のと一緒？俺、違うじゃん、ほら。俺の前のやつだ。あ、違う、ね、あ、違うわ。分かれんね、これは。こんな AirPods なの、うん、そうなんですよ。だって俺だって、あの、JBL のこのやつだよ。あ、それは買えないです。それは買えないです。いやいや、買えないです。じゃあこの形がさ、違うじゃんってなるじゃない。そっか、これはやめよう。じゃあね。まあそうね。でもなんか、意外とそういう日常で使ってるものの、なんか、うん、だからさっきの、だからケース系がやっぱ俺も欲しいかなと思いますね。ああ、なるほどね。うん。まあ、あと、は、まあやっぱ前回話したっけね、なんかブックカバー作ったら可愛いかもって話した。ブックカバーはね、文庫本のやつでしょ、うんうん、そうそうそう、ね、せっかくね、本のやっぱお話というかね、うん、グリムって書いてあるんでしょ、うん、グリムって書いてあるやつ。中身はね、全然違うの、ね、全然違う。まあ、今グリム童話読んでる女子とかちょっと怖い、なんか怖くなって電車とかでグリム童話読んでる女子とか怖い。なんだよ、まあまあ、怖くないですね、まあ、読んでるんだっていう感じですよ、だから、うん、まあ確かに、うん、まあ、まあ、お二人からもアイデアもらいました。とりあえず、まあ、皆さんからいただいたものを参考に、下記というか、まあ、ちょっと発表しましょうか。3つのグッズを、一旦作ることにいたしました。お、はい。まあ、やっぱりパンフレット。はい。で、個別ブロマイドセット。おぉ。A4 ブロマイドということですね。うん、なので、多分さっきの翔平が赤ずきん取ってるやつとかが使われるんじゃない？あの、かわいいやつが。ああ、なるほどね。おそらく、使われるんじゃないですか。いや、逆に使ってほしいですよ。お蔵入りにならない限り。お蔵入りはきつい。事務所 NG が来ない限り。A4 ってでかいな。A4 ってこれっすよね。A4 ブロマイド、確かにでかいね。え、確かに。サインとか書くのかな、これは。ペアの写真でもあるらしいって書いてます。なるほど。なかなかドドドンという感じですね。すごいですね。うん、まあだから、まあちょっとやっぱりね、先ほど言いましたよね、ちょっとあのパンフレット割と僕楽しみっていうか、確かに、なんかあんまこういう企画本当にない、ないっていうかね、まあ、なかなか、うん、で、舞台化までなるのっていうのがなかなか珍しいものなので、うん、絶対ならないと思いましたもんね、ね、最初、うん、だからイベントか朗読劇みたいで終わると思ったよね、そう、うん、そう、だからもう結構すげえ真剣にやってるよねと思って、すごいすごいすごい、 いやすごいよ、俺こんな感じのビジュアルだと思ってなかったもん、うん、いや本当僕もびっくりしました、うん、うん、ガチです、ガチですね、はいはい、あ、まあ、あれ、あの通販、ん、何何通販やりますかって、ああ、なるほど、多分やりますよね、多分やると思います、うん、うん、むしろ、うん、通販、うん、あると思います。はい。ですよね。まあ、これ以外もね、いくつかグッズを作る予定なんですけれども、うん、なかなかちょっとどれかっていうのは決めれないので、お二人と視聴者の力を借りて決めていきたいと思います。はい。はい。まあ、ちょっと納期の関係とかもあるんで、もしかしたら受注生活さんになるかもしれないですけれども、うん、ちょっとキャストに作りたいグッズを選んでもらおうということで。あ、う、ら、ん。はい。まずは1個目。翔太と翔平に作りたいグッズを決めてもらおう、つまり先ほど出してもらったアイデアと、まあ、別にこのちょっとこのお客さんからいただいたグッズの中でこれを作ろうっていうのも今日今から決めてもらいます、うん、はい、うん、なので、まあ、まず1番チケットケース、うん、お、チケットケース、2番クリアしおり、
しおり。あ、しおり。3番アクリル小物、小物で。かんざしとかイヤリングとかモーテルキーホルダーなど。4番がスマホリング。5番レターセット。ああ。はい、じゃあ、10秒で決めて。どうしますじゃあ、翔平とせーので言って、あったらそれにしよう。あ、そうね、ちょっと待って。一旦、ね、フィーリング、ね、チケットケース、クリアしおり、アクリル小物、スマホリング、レターセット。せーので、チケットケース。チケットケース。いや、ずれてたけど、合ってた。合わせに行った。合わせに。いや、でもね、俺、アクリルコンモのとかはイヤリング。いらないか。いや、でも、なんかね、そのアクリルコンモの、まあ、イヤリング、なんか、他に何がね、あるんだろうっていうのはね、うん。あるんだけど、うん、まあ、アクリル、それ、スタンドは入んないですよね。また別ですよね、きっとね。また別じゃない？うん。別かな。アクリル小物欲しいらしいよ、結構。あら、多い。アクスタって何でしたっけ？あ、スタンドか、さっきのやつか。そうだね、だからちょっと、そうね。よし、アクリル小物かな。アクリル小物にしよう。チケットケース揃ったのにもかかわらず。揃ってないですよ、あれは。声に行っただけ。まあ、そうね。でも、結局は皆さんがね、欲しいやつをやっぱね、選びたいんでね。うん。チケットケース欲しい人もいっぱいいるから、うん、チケットケースも作ろっか。2個スマホリング欲しい人もいるし、スマホリングは作る。お前もうさ、3つとか。いや、1個にしましょう。どうする怒られちゃうから。いや、割とちょっと本当に、どれか決めて。なんか大きくくくられてるし、アクリル小物にしよっか。アクリル小物でいいですか？そうですね。はい。じゃあ、アクリル小物に決定しました。いいよ。お。すごい。これはもう本当に作ってくれるんですよね。作る。作る。おお。でも受注は嫌だな。その場で手にしたいですよ。まあ、一旦ちょっとね。2人が決めてもらったやつを、ね、じゃあアクリル、はい、アクリルで、はい、はい、了解です。じゃあ SNS 企画グッズということで次2番です、チビキャラで作りたいグッズというものを聞きます。チビキャラ、おー、かわいい。すごい、今回はですね、なんと2人のチビキャラクターを作ってもらいました。おお、こんな感じです。これだったらさ、はい、あれじゃない、マスクのあれとかいいんじゃない？さっき言ったこのキラキラキラ。ああ、マスクあれね。そういけんのかな、うん、まあまあちょっと聞こうか。なんかそういう、その、なんだっけ、マスク、なんだっけ。マスクキーホルダーみたいな、なんていうんですかね。マスクストラップ、なんていうんだろう。あ、そういうのね。うん。でもこれかわいいっすね、マジで。だから、このやっぱりその、かわいいね、このチビキャラで、まあ、何を作るかっていうのを、ちょっとお客さんに決めてもらおうと思います。ああ、なるほど。いいですね。で、この後日、公式ツイッターにてアンケートを出しますので、うんうんうん、投票してくださいということで。おで、投票数が一番多いアイテムを作りますというふうな感じでございます。おお、はいはいはい、うん。トートバッグ、チビ縫いだって。ぬいぐるみね。チャームっていうんだ、チャーム。あ、チャームっていうんだ。うん。うん、あ、今ね、アクリル小物のマスクキーホルダーを作ることが決定いたしましたって。あら、なんてマジでやったー。マスクキーホルダー作るんだって、すごいね。すごい、俺の発言権すげえあるじゃないですか。すげえな。まあでもさ、3人で考えてんだからそれはそうですよね。うん、言えば叶う。いや、新しいね、あの、うん、グッズでね、マスクキーホルダーあるってね。うんうん、自分のこういうマスクでもさ、こうつけれるもんね、キランキランって。すごいね。うん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 。キランキランってなる。いいね。やっぱもうマスクにもおしゃれを取り入れよう。そうですね。うん。うん、なかなか進んでます。逆に。はい。ということで、まあ、で、その SNS 企画3番なんですけども、
さらに2人の撮り下ろし写真を使ったグッズも何にしたいかアンケートでお客様に決めてもらおうかなと思ってます。なるほどです。うん。だからまあ写真そうね。だからそれを使ってまあまあまあだからまあちょっとそれも発表があるということで。うんうん。うん。まあちょっとそこのツイートしますのでぜひ期待して待っててくださいねという。お願いします。はい。はい、なるほど。はい、いやなんかいろいろ進んでますね。いやすごいですね。早い。うん。すごいな。なんか。ここまで来ましたね、なんか。そうですよ。もうなんか逆にもうやるしかない感じだもんね。いやいや、やるしかないよ。やるしかないんですよ。なんかこんなやるってな、やられると、うん、ちょっと、ああ、ってなるな。2人だよ、2人でもう、もう、いや、もう全部やるんだよ、だから。え？作品、いや、その、なんていうの、前編を。そうですね。あ、はいはい。で一人芝居、まあまあ、翔平とかもね、一人芝居今度やるけど、うん、まあ、一人は一人であれだけど、はい、まあ、なんか二人でやると二人で、なんていうの、またこう、やんなきゃいけないこともね、たくさん増えてくる。そうですよね、逆に多いかもしれないですね、一人でやるより。そうそう。確かに。二人芝居って、俺もあんまり寂しくやってないの、初めてかな。久しくやった。やったことある、二人芝居って。ないです。ないです。あ、ないんだ。じゃあもう、いいね、そういう、あんまりこう、ね。普段やってないことをやれるっていうのはね。二人朗読劇ぐらいですね。ああ、そうですね。朗読劇ぐらい。うん、なるほど。いや、だ未知ですよね。二人芝居。え、どんな感じなんだろう。そうよ。どっちかが失敗したら、どっちかがフォローしなきゃいけない。まあ、それはいつもですね。そうね。それはいつも。そうね。というわけでですね、ちょっと、まあ、台本というものをですね、今、鋭意制作中というか、あ、お疲れ様です。上がってきておりますので、はい、お手元、見てご覧なさいな。お手元お手元、台本が今、渡されてる。ああ、これですか？え？リモート、うん、今ね、あ、あ、ファックスで。いや、お前、スタッフいないでしょ家にスタッフさんいないじゃん。ないのよ、ないのよ。お母さん、お母さん経由で今。なんでお母さん、このきっかけ来たら渡してくださいねって。どうやって伝えたんですか今、お母さんと今、LINE つながってる。今です、お願いします。はい、というわけでですね、今日もちょっと読み合わせの稽古をもう始めちゃおうと思います。おお、これもうリアルあれなんですか、うん、台本台本これを入れようみたいな。おお、いやだから今まではちょっとなんか例題として出してたけど、もうだから上演台本もう、はい、あら、あ、これが上演台本なんですか。そう、もうだ抜粋して、抜粋ですよね、1ページ目じゃないですよねこれ。1ページ目かも。ああ、なるほど。ドア玉。あれ、ただ、1ページ目はアーンから始まるっていう話じゃなかったですか。あの、ツヤ、ツヤっぽいスタート。ツヤっぽい、ツヤっぽいよ、だから。これツヤっぽいですか？これはツヤを意識して書いたんだけど。ああ、なるほど。あ、じゃあ読み方がまだ甘いから。読めるかもね。1回しか読んでないんだ、まだ。ちょっと読んでて。だから、いや、だからその、なんだろうね。まあでも、読んでもらって、ダメだったら全部書き直します。俺も初めて読んでもらうから、まあまあ、まあ、読んでてね。はい、まあまあ要はまあ今回まあね、その2人がまあ一応だからいろいろそうなんですよ。一応ね、僕もね、やっぱ台本書くにあたってこういうグリムの資料をひたすら読みまくってて。で結構やっぱりなんか面白いんですよね、キャラクター分けみたいなところが実際に、まあその、理論っていうところに特化している兄貴っていうのと、ちょっとそのポエムというか詩的なものに対して、興味がある、弟のビルヘムっていうあのキャラクター分けみたいなのもあって、まあ、ちょっとそこら辺のこう2人の考え方みたいなところが、ちょっと童話をまあ直していくっていうか、なんていうんですかね、どうやったらその残酷な物語を、戻せるかとか、残酷な物語にしていくのかっていうふうな、ちょっと創作過程も含めてちょっと台本にできるといいなというふうに思ってます。
はい、ちょっとお二人じゃあ読んでもらおうか。はい、早速ですけど、はい、ツヤを意識してもらいながら。ツヤ、本当っすか、ツヤこれ。これツヤっすか。ツヤだよ、ツヤ。まあ最初の、そうですね。まあまあまあ、一回前 やってみようよ。わかりました、はい、うん。じゃあ、まず、いばら姫と王子っていうところのシーンから始まって、階層に入ってみたいな感じのイメージですね。やってみるよ。はい、どうぞ。僕がいばら姫ですね。そう。はい。王子です。うん。いいですか。いいよ、翔太、いいよ。聞こえますか。私は今、眠りながらあなたの心に直接話しかけ。翔太、ごめん、ちょっと声ちっちゃいかも。俺だっかな。聞こえますか。はい。聞こえますか。私は今、眠りながらあなたの心に直接話しかけています。寝言。聞こえますか。寝言なのに心に直接語りかけてる。王子様、イバラはずっとあなたのことを待ち望んでいました。100年間この場所でずっと。100年間も、はい、もう体の節々が痛い。確かに100年も寝てたらそうなりますよね。寝たことがあるんですか。あ、いえ、単なるイメージです。人の苦しみを想像で語られると腹が立ちますよね。すいません。100年も寝るともはや痛覚すら麻痺してくるのです。茨姫、一体何があったんですか。茨に囲まれた城に眠る姫、茨姫。100年の間にそんな蔑まれた呼び方になっていたのですね。投げかわしい。さっき自分で茨って言ってたじゃないですか。麻痺。そうよ。びっくりした。直接心に話しかけている言葉で驚かさないでください。100年前のあの時、この部屋の扉を開けたら糸を紡いでるおばあババアがいて、そのババアが階層に入ります。こんにちは、おばあさん。そこで何をしているの。糸を紡いでいるんだよ。糸を紡ぐ。それってどういうものなの。お世間知らずのおてんばアッパラパーム姫が。なんて。気にするな、ただの独り言さ。お姫様も体験してみるかい。糸紡ぎいいの。さあ、そばにおいで。すごい、糸がとても愉快にカタカタ回るわね。愉快なのはあんたの頭さ。え、あの時の魔法の宣告を果たす時が来た。魔法の宣告。お前が生まれた時、私は魔法の言葉を告げた。王様の娘は15歳の時、糸紡ぎの針に刺され、なんやかんやあって最終的に100年の眠りにつくのだ。となんやかんや、もともとは殺すつもりだったんだがね。でもどうしてそんなことを。お皿が1枚足りなかったのさ。お皿1枚足りない。何これ、階段なの。お前が生まれた祝賀パーティーに12枚しかお皿を用意してなかったのさ。13人目の魔女のこの私の分がなかった。私をないがしろにしやがって、その時の恨みを果たす時がやってきたのさ。お皿足りなかっただけで。1枚足りなぁ。ただの出し忘れじゃないの。違う。いや、うるさいのはあんたでしょ。待って、家大丈夫。実家大丈夫。近所ちょっとやばいわ。割とお隣さん、すいません。うん、っていう感じです。なるほどです。なんかあれだね、階層入るまではね、良かったな。うん、はい。階層入ってからの翔平のおばあさんが、まだ家だからね。家だから。ちょ、まあ、ちょっと、いや、頑張った方よ、家で。まあまあ、でポイントは、
この作品の、まあ、ちょっとね、あのセールスポイントとしては、はい、こうやって、まあ、最初の茨姫と王子とかあるんだけど、ちょっといろんなキャラクターも演じてもらおうという。これは多分企画の種の最初の方にもあった、やっぱいろんなことやりたいっていうのはあったと思うから、はいはい、今ので言うと、そう、王子と、おばあさんの、やっぱりこの、なんていうんですかね。もっとガラッて変えた方が。ガラッと変わってる。あ、なるほど。面白みがあると、はいはいはい、翔平すげえとか翔太すげえってなる、はい、なるほど。だからそこはね、役者パワーをね期待しているわけですよ。良いですだからちょっとそのさ、切り替えの部分やっても2ページの頭のところでちょっとやってみようか。びっくりしたから、ね、びっくりした、直接だから、麻痺そうよか、行こうか、ちょっとページかかっちゃうけど、はい、1ページのケツから、うん、はい、茨姫のセリフからどうぞ。麻痺そうよ、びっくりした、直接心に話しかけている言葉で驚かさないでください。100年前のあの時、この部屋の扉を開けたら糸を紡いでるババアがいて、そのババアが茨姫、こんにちはおばあさんそこで何をしているの？糸を紡いでいるんだよ。糸を紡ぐ？それってどういうものなの？世間知らずのおてんばあっぱらぱあ姫が。今なんて？気にするな。ただの独り言さ。お姫様も体験してみるかい？糸紡ぎ。え？いいね、いいね、いいね。なんかね、そんな感じ。うん、でこの糸の階層に入る前のこのガーっていうテンションからめっちゃ、うん、おばあさんちょっとあの切り替えが、はい、100年前ですね、そうそう、めちゃくちゃ選びた、そうそう、うん、年齢も含めて、はい、あ、はい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 、もう一回言ってみようか、おばあさんなんかよかった、ちょっと別の感じで言ってみよう、おばあちゃん、はいどうぞ。麻痺そうよ、びっくりした、直接心に話しかけている言葉で驚かさないでください。100年前のあの時、この部屋の扉を開けたら糸を紡いでるおばあババアがいて、そのババアがこんにちはおばあさん、そこで何をしているの？糸を紡いでいるんだよ。糸を紡ぐ？それってどういうものなの？世間知らずのおてんばあっぱらぱあ姫が、まあ、なんて気にするな、ただの独り言さ、お姫様も体験してみるかい？糸紡ぎ、え、いいの？さあそばにおいで。すごい、糸がとても愉快にカタカタ回るわね。愉快なのはあんたの頭さ。ん？あの時の魔法の宣告を果たす時が来た。もっとさ、大きく切り替えてほしいんだよね翔平。あ、はい、そう、もっとパンと切り替えてほしいね。愉快なのあんたの頭さ、あの時の魔法そこで開けて当ててみようか、はい、さあそばにおいでいく、どうぞ。さあそばにおいで。おい、糸がとても愉快にカタカタ回るわね。愉快なのはあんたの頭さ。あの時の魔法の宣告を果たす時が来た。違う違う、翔平、違う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 愉快なのはあんたの頭さは抑えて、うん、そうだよ翔平そうだよね、絶対ね、はい、そう、よくないじゃん、そうやったらよくないじゃん、切り替わってないじゃん、だって。あ、わかりました、じゃあちょっと、うん、飛んでこないじゃん、驚かさないといけない。次で決めます。もう一回行ってみよう、ね、外もあるんで、うん、外もあるの、次で決めよう、はい、どうぞ。さあそばにおいで。すごい、糸がとても愉快にカタカタ回るわね。愉快なのはあんたの頭さ。え、あの時の魔法の宣告を果たす時が来た魔法の宣告？お前が生まれたとき、私は魔法の言葉を告げた。翔平、死に、死に、翔
あでも、ね、この後こんな感じ。だからこういうそのテンション上げ上げ系な時もあればみたいな。はいはいはい。まあだからこういうパターンのやつもあればちょっとなんていうか男同士でシリアスなパターンもある。はい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 。感じの作品をやってもらうの。だから結構何パターンも多分役を演じないといけない。面白いですね。だからババアとかは振っといた方がいいってことですよね。他のキャラが何パターンか出てくるってことは、うん、ババアとか飛んでるじゃないですか。うん、年齢も、うん、に振れるだけ振っといた方がいいってことですね。いや、多分そうそうそう。だからキャラクターをパキッと多分作っといた方がよくて、ちょっとリアルババアよりちょっと振ったババアの方が多分。うん、うん、なるほど。うん。っていうのが、まあなんかその、作品の中に入り込んで、まあこれはちょっと悪夢の中っていうか、夢の中の話というか、現実とも夢の中ともちょっとわからない世界なんだけど、まあクリム兄弟が、まあその世界に入り込んで、まあ童話の世界の中で、まあ物語を紡いでいくうちに、いろいろちょっと謎を解明していくっていう風な感じ。うん。ちょっと、まあ、うん。こういう感じでね。コメディ作品って作っていってるんですよ、皆さん。いろんな感じで、ね、タバコとかね、いろんなところも休憩中でね、端っこで2人で喋ったりしてね、いや、もうちょっと振った方がいいんじゃないですか。こういう風に作ってるんですよ、皆さん。いや、やってまいりますので、ちょっと、ご期待いただければ、だから茨姫だけじゃなくて、ちょっといろんなグリム童話に入り込んでいこうと思うので、うんあこんなグリムドアもあるんだっていうのも多分楽しめるんじゃないかなっていうふうに、うんはい、これがそのどっかの台本で入ってくるわけですよねこれが、うん、そう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 いうことですね、うん、だから皆さんああれだってなる、うん、そうそうそうババアめっちゃ振ってるやんって思うめちゃくちゃババア振ったやんそうそうそうああちゃんと稽古したらこうなるんやっていうのを皆さんに言っていただいてそうね意外に触れなかったんだなみたいな。まあメインキャラになるかもしれないですもんね。シャッフル振っちゃダメだから。まあ、本番で意外にこう翔太と翔平の役が変わったりしてあそっちの方がよああそうそうみたいなことちょっとね皆さんに、うん、まあ前にさ翔太がさ、うん、ちょっと稽古のニュアねなんか撮りたいみたいなこと言ってたよね。はい言ってました。うん、だからなんかまあできるだけそういうねなんかちょっと稽古場配信みたいなこともできればいいなというふうには思っておりますけれども、うん、なるべくちょっと作ってるプロセスもね、うん、お楽しみいただければというふうな感じでございます。そうですね、その時はちょっと稽古じゃないですか、うん、本当の稽古じゃないですか、うん、ちょっと生放送やめて撮ってもらって編集にしますか。吉田さんがブチ切れてるとこ引いちゃうんでお客さんわあショートとか言って、どっちそれを見せる方見せない方見せない方です。見せない方です。そうですね。いや生だと本当なのか事故なのか分かんなくなっちゃう。だっていうとそっちをあえて見せたいんだけどでも収録だったらお客さんもあこれは見ていいやつなのねって見れるんですよ。あ、そう、はい、あそういうことね、うん、そうそうそう、あえて持ってやりたいんだけど普段この人そんな風に怒ってないの確かに見たことないですもんね、ブチ切れてるちょっと持ってやりますか。まあそういうことでですね、まあちょっといろいろ、まああの台本の方も、もうでもね、いよいよ稽古も始まるということで、ちょっとやっていきたいと思いますけど、まあ、本番に向けてね、頑張ってまいりますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ということで、次回はですね、まあ、言っておりました、稽古場でお送りしますんで。おー、とうとうか。稽古場からの配信になります。マジか、そっか、もう稽古が始まるのか。うん、だからもう、なんかわかんない番組もだからずっと撮っといてくれてらいいんじゃないかな。あ、確かにそうですね。翔平がずっとおばあさんやらされてるみたいな。8カメ置きましょうよ、もう。何まあ、感じでありますので、まあ、ちょっとお楽しみにと思います。ということで、今回の宿題なんですけれども、はい、公演物販で販売する予定のパンフレットに入る視聴者企画を募集します。はい、おー、はい、まず一つ目は、第1回から最終回までに、投稿していただいた、宿題をいくつかピックアップして、掲載させていただきますということですね。そして、2つ目はキャストページってあるじゃない、まあ、パンフレットでよくある、
そこに結構 Q&A みたいな、はいはいはい、質問ね、ってあると思うんですけれども、それをちょっと質問をお客さんから募集したいなと思ってまして。それいいですよね、なんか翔平と翔太が聞きたいことを、うん、募集したいと思っておりますので、うん、まあ、宿題の提出方法については番組終了後に公式ツイッターにて発表いたしますので、ぜひチェックしてください。たくさんの宿題お待ちしております。お待ちしてます、はい、という感じでございまして、あっという間ですが放送終わりましたが、いや本当にちょうど1時間早い、うんうん、本当だ、うん、いや、いいですよ、2人はいいじゃん、あとお風呂入って寝るだけでしょ、ね、もうお風呂入っちゃったから、もう寝るだけですもんね。いや台本書くんだよ、だから俺はやっぱ今六本木にいるんで、六本木ね、はい、いやいや、でもいいじゃん翔太君、誰にも怒られることないでしょ、俺この後下行ったら怒られるかもしれない、うん、なんか気が落ちたよみたいな確かに確かにうるさいって言ってたけど、あんたもうるさいよ。俺のツッコミそのままお母さんがするかもしれない。なので、まあね、まあ次回はね、みんなでね、ところで放送があるというか。そうですね。はい。じゃあ、吉田さん、頑張ってください。いや、本当だよ。お願いします。困ったら、ちょっとここ作ってって言うからね。わかりました。かっこアドリブってのもありですよ、もうもはや。そうする。はい、まあちょっと本当になんかいい作品になりそうな予感がしますので、よ、はい、ください。はい。ということで、はい、今週の放送、時間を終了の時間となりましたんで、はい。はい、また次回放送まで、お楽しみください。お願いします。遅くに、ね、すいませんでした、今日はね。皆様もゆっくりお休みくださいませ。おやすみなさい。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。はい、じゃあ企画の方終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。